私の人生ここで変わったんだなっていうのすごく思います。定期的に来れる、行きたいなと思う場所であったし、明るくって楽しい場所ですね。足立ベースは東京足立区の委託で NPO 語り場が運営している中高生に特化した放課後の居場所施設です。経済的な事情を含め困難な環境で育つ子どもたちに対して居場所や食事、学びや体験プログラムなどをワンストップで届けています。施設を卒業した後も社会を生き抜く力を育むために、安心、自信、希望、憧れの3つのステップをコンセプトに運営をしています。実習してる時でもこう、まあ、息抜きがてらっていう感じでこう話しかけてくれたりするので、そういう話の流れで、まあ、こういうのあるんだけどっていう結構こう提案をしてくださるので、すごくそれはありがたいことでした。確固たる信頼関係を結んだ上で、こういう背中の押し方なら羽ばたけるだろうというものをみんなで話し合って、それをみんなで実践していくっていうことが一番大事かなというふうに思ってます。毎日約1時間必ず運営が終わった後に生徒のことをずっと話し合うっていう場が作られていて、その対話があるからこそ、なんか足立ベースのスタッフたちは、まあ、迷いながらでもしっかり前に進んでいけるっていうところが大きいと思います。2016年から運営をしてきた中で、高校を卒業して進学や就職をしても途中で挫折をしてしまう卒業生に出会うことがありました。困難に当たった時にくじけてしまったり、周囲に助けを求められず孤立してしまうことも原因だと考えています。こうした問題意識から地域での活動を促す取り組みを始めました。中高生のうちに社会性を身につけ、小さな挑戦を成し遂げた成功体験を積んでもらうのが狙いです。ご飯作るの好きなんだよね、子供と関わるのがすごく好きなんだよねって言った時に、子ども食堂あるよって言ってくれた職員の方がいて、ボランティアから入って、自分が主で作ったり自分が作って食べてもらうっていうのは初めてだったから、私の成功体験になったし、今は卒業して自分の子ども食堂何年後かに作れればいいなっていうのを目標にやってます。一言で言うと活気がありますね。お子さんの様子をよく見てくれてます。でそれで課題を出してくれて、それをどう改善していこうかなっていう、常にその意識で私たちに接していただいてるっていうのもあるので、状況に応じてさまざまなアイデアを出して実行してくれてるっていうところが素晴らしいかなと思ってます。子どもたちが未来を切り開く力を身につけられる社会を目指して、私たちの経験をお伝えしながら中高生への支援の輪を広げていければと思っています。